織田信勝は、江戸時代前期の大名。丹波国柏良藩の第三代藩主。藩位は、十五位下下宇佐助。信金系織田家三代。第二代藩主、織田親足の長男として誕生した。幼名は辰之助。藩永七年、等、親足の死去により、家督を相続した。藩永十三年に一月八日、江戸白い支部神を命じられた。 官営16年12月開日、15位下、和佐助に除任する。官営17年9月24日、高槻城の守備を命じられる。反省では、佐治川の治水工事や、神殿開発を行い、丹波柏原藩の基礎を固めた。慶安3年5月17日、28歳で死去した。母所は、恵ぐみて山の理事。 重則寺には、織田信勝像が伝わる。また、母親により、織田神社に、祭神織田権んとして祀られ、明日の5月17日には、毎年霊祭が行われている。三女のみで男子がなかったため、丹波柏原藩は改役されて、抗議御料となった。一説に、死去時に即室が解任しており、名門織田家の廃絶を惜しんで、男子出生の場合は、 家督相続が認められるはずだったが、生まれたのは女子だったので会益になったという。そのため叔父の浸透が三前国で旗本に取り立てられ、加盟存続は認められた。子女は三女。ありがとうございます。